こんにちは霊夢です。こんにちはマリサなのぜ。ねえマリサ、今年ももうすぐ終わっちゃうね。そうだな霊夢、俺はこの時期が一番好きなのぜ。そうなの？私は一番よくわからない時期だけど。わからないってどういう意味なのぜ？だってそうでしょ、今日が終わって明日になるでしょ。たまたま今日が12月31日だとしたら、明日は1月1日だよね。ほら、実はいつもと変わらないじゃない。霊夢の言いたいことはわからなくはないけど、1年の区切りがあるから世の中うまく回っているのぜ。でもねマリサ、お正月があるせいで、私の一番好きな伊達巻きはお正月にしか食べられないんだよ。誰が一年の区切りなんか作ったんだろう。ほんと意味わからないよ。全言撤回。やっぱり霊夢の言ってる意味はわからないのぜ。だからねマリサ、伊達巻きが。はいはい、わかったのぜ。今年最後の出撃は非加岸イベントなのぜ。非加岸お弁当ってことは？いいから霊夢、さっさと出撃するのぜ。なんで？早すぎない？出撃準備が完了しました。発進どうぞ。1回目のマップはジャブローなのぜ。指揮官から指示が届きました。大いなる戦いの第一歩は諸君らの勇気ある行動にかかっている。出演する部隊員の皆さんは、クワユーさん、総長さん、新世界の神さん、アルテミスヘラさん、ネコ王さんなのぜ。非加岸イベントってどんなイベントなの？つまりだな、非加岸ことライトアーマー、指揮官から指示が届きました。または駒LAことジムコマンドライトアーマーをデッキに入れて参加するイベントなのぜ。ライトアーマーお弁当だから軽食ってことだよね。マリサが急がせるから、あたし、サンドイッチ、持ってきてないよ。いつものように、編集で、どうにかなるかな。全然大丈夫なのぜ。でも、今日は、持ってきてないんだよ。霊夢、俺の編集力を、見くびってもらっては困るのぜ。今回も、全く問題ないよ。本当に？なら安心だね。でもな霊夢、今回は別な意味で安心できないので。別な意味ってどういうことなの？今にわかるのぜ霊夢。指揮官から指示が。いない。まだ暖かいですね。しかし、なんで？そうか、マリサのせいですね。おのれクワユーさん発見。そして、ネコ王さん、総長さん、アルテミスヘラさんもいたよ。実は前半、クワユーさんがサバ落ち。続いてレイムも、サバ落ちするという、トラブルがあったのぜ。新世界の神さんは、だいぶ先に行ってるね。ちょっと追いつけないかも。はい、追いつきました。今回のイベントのために、非加岸2号機を作ったので。ありがとうね。1号機と同じ、銀寿司揚げ。スプレーガン仕様となっているのぜ。初動で使った非加岸コマンドは、この撮影のために運営が貸してくれた機体となっております。ちょっと意味合いが間違えてるけど、大体は合ってるのぜ。
すがしみんなと、エースしゃぶりタイム。おいしいおいしい。ステーキと、お寿司と、スパゲッティを、いっぺんに食べてる感じだね。とてもおいしそうには、感じないのぜ。そうかな？とってもおいしいけどな。指揮官から指示が届きました。単身突進に来た総長さんを追ってきたのぜ。ありがとうございます。結果突入は失敗したけど、なかなか取れない突進でした。本来、裏取り等を得意とするヒカガンで、団体行動をする難しさを知ったのぜ。しかもマックは、ジャブローだったとに、やっぱり、存在意識を持ってこなかったのが、原因かな。ま、マリサ、うまく研修してよね。ここのみんなは、生きてることにして、ここは、撃破してたことにしておくのぜ。出撃準備が完了しました。発進どうぞ。2回目のマップもジャブローなので、大いなる戦いの第一歩は諸君らの勇気ある行動にかかっている。指揮官から指示が届きました。出演する部隊員の皆さんは、レティアさん、イザナミサクヤさん、F15 イーグルさん、指揮官から指示が届きました。ロバートローさんなのぜ。マリサ、2回目もジャブローだよ。やっぱりジャブローにはサンドイッチが必要じゃ。霊夢、今回はサンドイッチを準備している時間が取れなかったのぜ。なんで？なんで急いで出撃したの？実はな霊夢、あのままこたつ部屋でゆっくりしてたら、イベントが中止していたかもしれないのぜ。なんで？なんかサナエがものすごく怒ってるっていう情報をキャッチしたからなのぜ。なんで？なんでサナエが怒ってるの？どうも俺たちが漫才風で乱入したことを目に持ってるみたいなのぜ。お前にとっても良かったんじゃなかったの？そう思ってたんだけどな。2回も乱入したからじゃない？やりすぎたのかもしれないよ。ははは。で、サナエがこたつ部屋に来たかもしれないの？まあ、ねえ、俺たちが出た後に。多分、確かにサンドイッチどころじゃなかったね。だろう？はい、レティアさん、ナッカさん、ロバートローさん発見。そして、イザナミサクヤさん。敵のミノスキー粒子散布により、一時的にレーダーが無効化されます。すると思うのぜ。これだけ、皆さん固まっていると、撮影しやすいんだけどな。だけど、ジャブローの洞窟は、雪合戦になりがちなのぜ。じゃあ、先行して投げてみるよ。当たらなくちゃ、意味がないのでレイム。投擲、強化してるから、届くかと思って。指揮官から指示が届きました。F15 イーグルさんも合流。指揮官から指示が届きました。さて、再び外に来たのぜ。合流開けたところでのカメラマンは結構難しいんだよ。とりあえず先に死なないように心がけてます。
揮官から指示が届きました。地下岩2号機のレベルは29。撮影のために急遽作ったとはいえ、あまりのレベルの低さに作り直しを考えているのぜ。そうなの？使った感じは1号機とそんなに違いを感じないよ。1号機のレベルは40。最高速度とブースト容量は2号機の方が上だからね。だからなんじゃない？緊急負荷は異常か、アーマーは低めなので、ブーストチャージも1号機より低いから、全体的なパフォーマンスはレベル並みだと思うので。確かに緊急負荷はかなり遅く感じるね。でも私はこのままでも全然 OK だよ。敵軍戦力ゲージが残り 50% を切りました。霊夢が OK ならいいんだけどな。諸君、ジオンごときに遅れを取るなよ。2回目はこんな感じだったので、出撃準備が完了しました。発進どうぞ。3回目はオデッサ沿岸部なので、この戦いに終止符を打たねばならん。全軍総攻撃開始。出演する部隊員の皆さんはミヘッシャさん、ジーホーガンさん、新世界の神さん、クワユーさんなのぜ。なお005さんは海戦の事情により参戦できなかったので、取り直しもできなかったので、指揮官から指示が届きました。今回はこのまま行かせていただきますので。そして、地下岩の色がオレンジなのは、地下岩コマンドに代わり、地下岩のレンタル機を使っているからなので、バグではありません。霊夢、遊んでないで、敵本拠点は一つよろしくなので、了解、了解。敵軍本拠点 A が攻撃されています。レンタル機だけど、普段使ってる地下岩よりもレベルが高いからとってもいい感じだよ。ちょっと悔しいけどね。指示が届きました。さあてと、そろそろ突しちゃうよ。自軍本拠点 B が攻撃されています。続きまして、拠点1を制圧に向かうのぜ。クワリュウさん、ジーホーガンさん、ミヘッシャさんは見えたよ。補給機を破壊しました。おおほっほっほ、見つけた。お二方とも、探しましたよ。どうしたのです？指揮官から指示が届きました。顔が怖がってますよ。ごめんなさい。へえ、何を謝っているのです？もうやらないのぜ。だから、何を謝っているのです？漫才風は、もうやらないから、許してほしいのぜ。何を言っているのです。漫才風は、もっとどんどんやってほしいのです。わかりましたので、もうやりません。へぇ？やってほしいのぜ。指揮官から指示が届きました。どんどんやってほしいと、お願いしに来たんですの。そうなのか？お二方とも、本当にどうしたのです？いやぁ、よかったですねー、マリサ。そうなのぜ、霊夢。一体、どうなることかと思いましたねー、マリサ。そうなのぜ、霊夢。マリサの、ただの勘違いでしたねー、マリサ。そうなのぜ、霊夢。マリサのバカさ加減が、暴露しましたねー、マリサ。そうなのぜー。で、そこは違うのぜ、霊夢。そうです。その漫才風なのが、自分本拠点 C が攻撃されています。どう受けてるんですの。
おおほっほっほ。よかった、新世界の神さんも映ったよ。ということで、お二方には今後も漫才風を続けてほしいのです。よろしいですわね。頼みましたよ。おおほっほっほ。びっくりしたよ。でと、指揮官から指示が届きました。漫才風は続けて良くなったんだよね。そういうことらしいな。全てはマリサの早とちりが原因なの。敵のミノスキー粒子散布により一時的にレーダーが無効化されます。ここは一旦こたつ部屋に戻って落ち着こうぜ。お弁当は3回目はこんな感じだったのぜ。だな、これ式で。いやー、びっくりしたというか、なんというかなのぜ。とにかく霊夢、イベントお疲れ様なのぜ。いろいろあったけど、面白かったよ。マリサもヘマすることが、わかったしね。何よりも、漫才風を続けられることが、良かったよ。終わり良ければ、すべて良しってやつだね。なんとなく、使い方が違うような気もするけど、ここは、霊夢に従っておくぜ。ということで、今回も引き続き、霊夢と俺の漫才風をやる時のコンビ名を募集するのぜ。いいねいいね。募集したコンビ名は、厳選なる抽選で決定するのぜ。なので、応募者全員に採用の可能性があるんだよ。採用したコンビ名は、今後漫才風をした時に、コンビ名として使わせていただきます。ふるってご応募お願いするのぜ。応募の仕方は、ゆっくり実況21、焼き芋食べようよの巻を見てほしいのぜ。みんな見て応募してね。応募の締め切りは2014年1月13日までだよ。皆さんのご応募お待ちしています。コンビ名の読み方は必ず書いてね。それではこの辺で、ご視聴ありがとうございました。皆さん良いお年を。